どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン前回の次からやっていきたいのですが、またなんと2回連続かな、マイクの音が入っていなくて、ちょっと前回の動画がまた実況動画にならなかったので、前回何があったかを説明していきながら始めていきたいと思います。でまずね、前回最初の目的は確か遠藤住宅街に、遠藤の家に行こうだっけな、うん、そっからまあ遠藤くんの家でみんなでご飯食べて、遠藤くんのお母さんとお父さんで、確かお父さんの名前がひろしだったのかな、それであの野原ひろしかよって人笑い取ろうとしたんですが、まあ実況の声が入ってなかったんで無意味でした。はい、どうもすいませんでした。でその次の日かな、で学校行ったらなんか少年サッカー新聞に、あ、商用メイトか、商用メイト大勝利、ライモン敗北みたいな感じで、なんか10対0で商用メイトは勝ったことになってたんだよ。それでなんか商用メイトの人たちがなんか大会のデータにアクセスして、勝手に結果を自分たちのいいようにしてたということが分かって、まあメガネ君を連れて商用メイト、メイド喫茶に行って、まあデータ取り返して、で夏美そのデータを渡して、ちょうど鬼ヶ浦刑事がそれで気をつけろよって、こんなことを、世の中にはこういうことをするやつもいるんだ、気をつけろよって言ったところで終わった感じですね。はい、ということで、まあ前回続きっていうか、まあ第6章ですね、やっていきましょう。稲妻イレブン1、2、3、遠藤守る伝説。おお、黒服がいるってよ。木戸くん、早速木戸くん出てくんだ。通すんだ。何その、って何、って何、どうしたんだ、木戸様、何を、うるさい、が好きだね、木戸くん、が好きなんだね。お、総帥ってか、今黒服が走ってきたのを木戸と認識してしまった。何を言ってるんだろう俺は。総帥、何事だ木戸、今はまだ練習時間のはずだ。あれは何なのです、ライモンの奴らを倒すためにあんなものが必要なのですか。ふん、お前はそんなことは気にせず、ただ練習をしていればいい。ライモン相手にあんな罠を使うことはありません。実力で十分勝てる相手です。けど勝利は確実でなければ意味がないのだ。くっ、総帥はまさかあやつらが伝説の稲妻イレブンだとでも。なんだと、けどバカなことを言うな、稲妻イレブンなどもうおらん、すでに別の手を打ってある。あれはより確実に勝利するための手段に過ぎん。そう、勝つこと以外に意味などないのだからな。ってことで、こっからね、木戸くんと影山を第6章決戦、帝国学園ってことで、地区予選、あれ決勝帝国だったっけ、早えな。お、どうもくん、廊下でランニング練習と、いや外でやれよ、めは外でやれ、廊下で走る、廊下を走るんじゃないって言われるぞ先生に。次はいよいよ帝国との試合か、この試合に勝てば全国大会に行けるんだ。そうすればもっといろんな奴らとサッカーができる。今度はこの前のようにはいかないぞ。待ってろよ、木戸。全国へ行くのは俺たちだ。ということで、玉五郎かと思ったら、あれ東だっけ。ニュースだぜ、遠藤さん。理事長が俺たちのためにバスを借りてくれたらしい。地区大会の決勝まで行ったお祝いなんだってよ。へえ、バスなんてそんなの初めてだ。なんだかワクワクするな。本当かい？それじゃあ不愉快と待ってるから、駐車場まで見に来てくれよ。ああ、どうも、お前も一緒に。ん？あれ？このバスってさ、俺の記憶が正しければ、あれだよな。あれ行っちゃったか？そそっかしいやつだな。あいつ、少し様子がおかしくなかったか？え、そうか、俺は気にがつかなかったけどな。でもバスを借りてくれるなんて、さすが理事長はやることが違うな。とにかく駐車場に行ってみようぜと。駐車場のバスを見に行ってみようと。人脈ルート解除、おとなしに話しかけて確認してみよう。ということで、まあ、僕に人脈ルートなんていらないよ。うん、人脈ルートはなくても僕たち勝てますから。でメガネ君はさっさと下がって、どうしようかな、幽谷でも入れとくかってことで、とってことで、お、駐車場に、あれ、駐車場のバスの前ではないな、駐車場ではないな、駐車場の横で、誰だ、ドモン君、あ、バス借りてるね、借りてるね、バス来ましたね、遠藤君、これを見なさい。私が理事長に頼んで借りてもらったのですよ。すっげえ、こんなにでかいバスだったなんて。ふふふ、驚いたでしょう。君たちがこんなバスに乗れるなんて。それでは早速、テスト走行に出発しましょう。早くバスに乗り込みなさい。え？どうしたんだ、ドモン。どうし、
え、いや、そのバスには乗せずに脅すだけって。おほほほ、黙ってなさい、ともくん。まったく何を言ってるんだか。脅す？そういえば、不愉快先生、ずいぶん服が汚れてますけど、どうしちゃったんですか？ええ、いや、その、これは。あの、どうした？どうした？ん？すいません、皆さん。私のノート見ませんでしたか？部室に置いておいたはずの私のノートがなくなっちゃってるんです。ノート？それはひょっとして皆さんの必殺技や弱点までメモしたとっても詳しいノートのことですか？そんなものがあったなんて全然知りませんでしたね、貴様か。名探偵イワンにかかれば、貴様、まさか貴様が盗んだのではないか。俺は知っているぞ。貴様なら犯人は貴様だ。不愉快、不愉快先生、なんだか随分詳しいんですね。と昨日も気がついてきたか。まさかそんなこと、そうじゃないかと思っただけで。まさかと思うけど、あれが帝国の手に渡ったりしたら。なるほど、エンド、それなら俺たちも手伝って探した方がいいんじゃないか。そうだな、みんなで探せばきっとすぐ見つかるはずさ。よし、それじゃあみんなで物質を探してみようぜ。ってことでみんな物質に戻ると。あ、どうも。そういえば何か言いかけてなかったか。いや、俺も行くよ。あ、頼むよ。それじゃあ物質で待ってるぜ。ということで、ドモン君、妙なことは考えるんじゃありませんよ。どうしたの、ドモン君。いえいえ、なんでもないですよ。ほらほら、早く物質に行ってらっしゃい。ってことで物質に行こうということって、あのバス怪しいんだよね。てかあれだな、まだ不愉快がまだ、そうか、顧問の先生なのか、それを忘れていた。では物質で、あれだね、音なしのノートを探しましょうか。お、やっぱりないない、見つからないです。よし、それじゃあみんなで音なしのノート探しを始めよう。あれね、一番最初に見つけた人、なんか賞っていうか、なんかちょうだいね、遠藤くん。おかしいな、これだけ探しても見つからないなんて。一体どうしてなんだろう、あのノートのことは私以外ほとんど知らないはずなのに。おっと、そういえばドモンはどうしたんだ。さっき一緒に来たと思ったんだけどな。あいつ今日はどこか様子がおかしくなかったか。そうか、俺は気がつかなかったけど、どうかしちゃったのかな。そのノートのこと、ドモンは知っているのか。え、ちょっとそれってどういう意味なの。そういえばドモンさん、最近練習中にいなくなったり、様子がおかしいところがあったっす。そういえば稲妻落としの秘伝書もあんなに探して見つからなかったのに、どこからか見つけてきたしな。そういえばそうだね。ちょっとドモン君がそんなことするはずない。ドモン君は私がアメリカにいた時から友達で、困った時はいつも相談に乗ってくれてたんだよ。人のものを勝手に持ち出すような人じゃないんだから。だいたいドモン君がどうしてノートを盗まないといけないの。と、お、ドモン来たか。真実を言いに来たか、ドモン。ドモン君、ん？それはすまなかったな。探してたノートってのはこいつのことだろ。どうしてドモンさんか、これを。ドモンさん、あんたがこれを盗んだでやんすか。クリマツ、お前は黙ってろ。少し今すごいいいところなんだから、お前は少し黙ってろ。どうしてそんなことを。答えてもらうっすよ、ドモンさん。オーケー、みんなもう一度バスまで来てくれ。そこで全部説明させてもらうよ。わかった、バスへ行こう。そこでお前の話を聞かせてくれ。ということで、全て真実を話してくれるのかな。ドモン、アスカが一緒に行くことになったと。ってことで、そろそろ不愉快が絶望へのカウントダウン、不愉快の絶望へのカウントダウンが始まってるぞ。もう始まっているぞ、不愉快。お前の首はそろそろだ。お前の首吹っ飛ぶぞ、もう。よっしゃ。おっと、ようやくお戻りですか。それではノートは諦めてテスト走行といきましょう。おや、どうしたんです？皆さん早くこのバスに。お、みんな聞いてくれ、このバスには乗っちゃいけない。と、ドモン君、一体何を言って。どうした？ん？なんだ、何を盗んだ。今盗ん、あれだろ、今盗賊スキルでも使ったんじゃないか、お前。みんなこれを見てくれ。どうした？それは？え、これ、それってもしかして爆弾じゃないのか。一体どうなってるんだ。え、爆弾爆弾あの、怪我とかそういうレベルじゃないのですが、もう遠藤くんたちを殺しにかかってるんですが、それはどういうことでしょう、不愉快先生。もしかして不愉快先生の服の汚れは、これをバスに、それを仕掛けようとして。ドモン君、やってくれましたね。こうなったら仕方ありません、作戦は失敗です。作戦？このテスト走行中にその爆弾が爆発して、ライモンイレブンはこのバスごと消し飛ぶ。
そうして帝国学園が優勝。それが今回の作戦だったのですよ。なんだって。おっと、ここで優国の初ゼリフ。マジで優国喋ってくれたよ。その固い口をついに開いてくれた。不愉快先生、あんた俺たちを吹っ飛ばすつもりだったのか。でもお前もともと別の学校だけどな。うん、なんて恐ろしいこと。不愉快先生、あなたはそれでも教師なんですか。いや、もう教師通り越してるよ。もうそれもう犯罪だよそれは。不愉快先生、あんたまさか帝国のスパイだったのか。ふん、気づかなければ一瞬で楽になれたものをあなたたち後悔することになりますよ。土門君、あなたもただでは済まさないですよ。あ、逃げたわ。遠藤君、早く追いかけなきゃ。おい、風丸どこ行った。あいつはあれだろ、逃走中で反対役のやつだろ。風丸は、遠藤さん、俺、話は後だ。どうも、今は不愉快先生を追いかけよう。おそらく奴は正門から逃げるつもりだ。俺は奴を追うよ。俺たちも行こう。正門で不愉快先生を取り押さえるんだ。取り押さえるんだってすげえ言い方な。ってことで不愉快が逃げた。正門へ急ごう。急ぐぞ。急げ急げ急げ。あ、あれは、なんか止まっ、いや不愉快だよな。びっくりした。なんか今回は失敗しましたが、あなたたちが帝国に勝てると思ったら大間違いですよ。何、逃げた逃げた。え、逃がしちゃった。ま、待て、ドモン。お、何をするんだドモン。落ち着きなよ遠藤さん。大事な決勝はもう目前だ。危険を犯すのは俺だけでいい。ドモン、お前どうするつもりなんだ。部室に戻ってもう一度音無マネージャーのノートを見てくれ。そうすれば全部分かってもらえるはずだ。ドモン、やめろ。俺は望んでいない。俺はお前と一緒に帝国を倒したい。やめろドモン。さて、あとはこのファンタジスタに任せておきな。きっちりとケリをつけてくるぜ。エンド、確かにドモンの言う通りだ。今は迂闊に動かない方がいい。ここは一旦部室に戻って音無のノートを見てみるんだ。くっ、ドモン、俺はお前を信じてるからな。必ず戻ってこい。お意外に距離が近かったですね。うん。で、ここでドモンのね、心が、心境が変わると。物質に行こう。俺はドモンを追いたい。人脈いらねえって。俺たちはこのメンバーで決勝勝つから。抱くよ。はい、では物質着きました。音無しのノートに何が書いてあるのか見てみましょう。お、ベヤマも来た。なんでベヤマだけそんな強炎寺風に歩いていくんだよ。なんで風丸もお前強炎寺風に歩いていくんだよ。あ、遠藤先輩、私のノートにこれが、ドモン君からの手紙が挟んであったの。そうか、ドモンはこれのことを言っていたんだな。それで手紙には何て書いてあるんだ。うん、読んでみるね。みんなすまなかった。俺はライモン中に来てから不愉快先生と共に帝国のスパイとしてみんなの情報を帝国に流していたんだ。そう、流しそうめんのように。でもさっき不愉快先生が爆弾でみんなを吹き飛ばそうとするのを見て、やっと目が覚めたよ。そう、目覚まし時計のように。俺は今まで帝国で手段を選ばないサッカーを叩き込まれてきた。でも俺がライモンのみんなとやったサッカーはそれとは何もかも違う。それが驚くほど楽しかったんだ。俺はもうそれを失いたくない。大事な友達も。不愉快先生の机からノートを取り返してきたけど、おそらくデータはすでに帝国に届いている。許してくれとは言わない。ただ気をつけて試合に臨んでくれ。帝国がこのまま引き下がるとは思えない。まだどんな罠があるか。帝国は、影山総帥は本当に恐ろしいやつなんだ。そう、影山のように。手紙はこれで終わり。ドモン、でも情報は帝国に流れてしまったんだ。せっかく身につけた稲妻落としは稲妻1号もこれじゃ通用するかどうか。そうでやんすよ。ドモンさんもあのまま不愉快と一緒に逃げたかもしれないし。クリマツ、お前はなんてことを言うんだ。あいつの最後の言葉はお前は聞いたか。俺は忘れた。そうっすよ、かっこいいこと言っちゃって。そんな言い方。おい、俺はあの木の側につくぞ。お前ら、俺は木の側につく。どうしても、おい、ちょっと待てよ。確かにドモンはスパイだったかもしれない。だけど俺たちを助けてくれたのだってドモンなんだぜ。それはそうでやんすけど、だったらドモンを信じろよ。これはあいつが命がけで残したメッセージなんだぞ。あいつは俺たちの仲間なんだ。俺はあいつを探しに行くぞ。相変わらず単純なんだから。
でもこれはあなたたちが思っている以上に深刻なことよ。でここで夏美お嬢様登場と。夏美、聞いていたのか。サッカー部の監督だった冬海がいなくなったってことはどういうことか分かっているの？監督がいないチームはフットボールフロンティアの試合に出ることはできないの。つまりこのままではライモンサッカー部は決勝戦に出場できないのよ。なんだって？それじゃ一体どうすれば？校長室に行きなさい遠藤君。今お父様が来ているから知り合いに監督の心当たりがいないか聞いておいてあげる。急ぎなさいよ。お父様があなたたちと違って忙しい人なんだから。でも今はそれより土門を探さないと。遠藤君、あなたもキャプテンなら少しは落ち着いて考えなさい。このまま試合に出られなかったら土門君があなたたちを助けたのも全て無駄になるのよ。土門君の行方は私たちも調べておくから。てかあれだな、遠藤たちが調べるよ。夏美が雇ってる黒服に調べてもらった方が早いよな多分。そうだな、ありがとう夏美。すぐに校長室に行くよ。待ってろよ土門、新しい監督を見つけてすぐにお前を助けに行くぞ。ってことで、土門くん、いいわね、校長室に行きなさい。目的が夏美語になってるんだけど。はい、ということで、では今回ここまでにして、なんかあれだね、土門の最後の言葉とか遠藤くん言ってたけど、土門まだ死んでないからな。土門まだ死んでないことをみんな忘れるなよ。うん、はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。